舞台ブルーロックサードステージから参加させていただきます。カラス旅人役の宇野裕也です。僕オーディションを受けさせていただいて、なんかこうカラスのこうなんですかね、テンション感というものが自分とすごくフィットした感じがして、いけたんじゃないかなっていうふうに思ったら、合格のお知らせをいただいてとても嬉しかったです。何人かいるんですけれど、特にちょっと印象的なのが、佐藤信長くんとは実はもう7年8年ぐらい前から実は知り合いで、ちょうどねこうセカンドステージの時に稽古場が一緒だったんですよ。でいつか共演したいねみたいなことを話してたら、まさかのこういう形で共演することができて、すごく楽しみですし嬉しいです。やっぱりこうサードステージから参加させていただくので、もうすでにこう座組の雰囲気というか、そういうものが出来上がってる中にこう飛び込んでいくっていう形になると思うんですけれど、やっぱりカラス旅人であったり、今回初登場のキャラクターとかってさらなる強敵っていうイメージがあると思うので、新鮮に熱いエゴいステージを皆さんに見せられるように、全身全霊でカラス旅人を演じていきたいと思います。何卒応援よろしくお願いします。舞台ブルーロックサードステージは、大阪は東大阪市文化創造館、東京はシアター H にて上演いたします。今後もたくさんの情報を公開していくので、公式ホームページのチェック、公式 SNS のフォローをよろしくお願いいたします。劇場にてお待ちしております。待ってるよー。